西海沿岸商船株式会社は、長崎県佐世保市の海運会社。佐世保港を起点に、西園木半島沿岸と離島である大島、松島、池島を結ぶ航路を運航している。佐世保港を起点に、西園木半島北部の面港港、大島の比前大島港、松島の鎌浦三橋、瀬戸港、池島の池島港、上浦港を結ぶ高速船及び松島瀬戸、 池島上浦間でフェリーを運行している。江崎海陸運送が同航路を運行する松島瀬戸を除いて、唯一の航路で、島民の通勤、通学、通院など本土への交通、食料品、郵便物などの物資輸送を担っている。就航地のうち、佐世保港は、佐世保市、綿港港、大島、松島、瀬戸港は、西海市、池島及び上浦港は、 長崎市に属する。1999年11月に大島大橋が長崎県道路公社が管理する有料道路として開通。その後、2011年4月に無料開放されるなど、大島と本土が陸路で結ばれたことで輸送量が減少。池島では2001年11月に池島炭鉱が閉山したことで、閉山当時約2700名いた島民が、 約330名となり、こちらも輸送量が激減するなど厳しい航路環境にある。そのため、長崎県を中心に九州運輸局、長崎市、西海市及び当社が参加する佐世保、上浦航路のあり方検討会議が開催され、住民アンケートの結果などから学生の通学に配慮したダイヤの設定、廃棄物処理業者やバス事業者との運行時刻、 調整など対策を行った上で、航路維持のため、老朽化していたフェリー大島を廃線として、減便を行い、運航経費を削減した、フェリー高速船フェリー。ありがとうございます。